はい、本日もやってまいりました。興味ないと損する TV、 アザーザスグループプレゼンツ、興味ないと損する TV、 興味津々です。よっ、よいしょ。さあ、ですね、今日は、6月の10日、我々アザスグループはですね、さっきまで金沢県の方にですね、あ、金沢県じゃない、石川県金沢市の方に、慰安旅行に行ってまいりました。はい、それの帰りということでですね、まあちょっと早めに、放送してみようじゃないかということで、ね、やってみます。はい、本日のゲストを、呼び込む前にですね、まあそんな金沢行ってきたんでね、まあ皆さんに、あんまり視聴者いませんが、視聴者プレゼントということで、まあ簡単なお土産みたいなの何個か、入浴剤と、油取り紙買ってきてるんで、番組の最後に、なんていうのこれ、パスワード、なんていうのキーワードキーワードキーワードをですね、今日きっとはいないです、今日はきっといないですけど、番組の最後にですね、キーワードを言って、2名の方に、はい、あげますんで、あの LINE とかね、くれれば、その方に、あげたいなと思います。はい、それでは早速本日のゲストを紹介したいなと思います。まずは、G スター支配人楓、ハレルヤ楓、そしてジェンナイズのトヤ、どうぞ。来ましたね、来ました、はい、やっと、はい、こんな緊張するもんめちゃくちゃ固まってますね、緊張しますね、これ、はい、じゃあ、まあ、恒例のというかね、まだ余ってるんで、姉からいただいた姉ビールを、はい、いただきたいなと思います。ちょっとアイスを入れて、はい、さあ、ね、スレッツ、もういいよ、もうそんな素手で、もうゴッドハンドでいきましょう、はい、もう下り的にもう僕に逃げれなくなりましたね、これ何が、あ、飲まないという、はい、あ、そんな選択肢はゼロです。ないですか、結局はい、ないです。飲むって聞いたけど、もう飲むことは最初から決まってましたから、世の中のお酒で一番ビールが苦手なんで。あ、そうなの、はい、もう番組終盤には多分変なもん出したりしたら危ないなって自分でちょっと怖いですねあ、だからこの慰安旅行中に泡盛とか日本酒飲んだわけ。いや、あれはまたちゃうんですけど、泡盛は、あれは泡盛また別なんですけど、あれは好きだからっていう理由じゃないじゃなくてですね、はい、じゃあ早速ね、まあ、ただいまビールということで、ただいま大阪、いただきます。ただいまです、いただきます。副社長のお姉ちゃん、いただきます。お姉さん、いただきます。俺この放送で姉の名前を、姉というフレーズを出さなかった回がないんじゃないかっていうぐらい、もうだってこれがある時点でもうもう無理でしょ姉っつって、このワンケース着てる感じ、直筆だからね、しかもね、これもなくなったらまた届くんでしょ。いやいや、なんかいろんなパターンの姉ちゃんが届かなくていいです、違う方からね、ガンガン来た。めちゃくちゃ行きますやん、おかわり早っ。いや、もうね、言わされまくってる、言わされまくってるっす。ガンガン喋ってもらわないとダメよ、ちょっと。そうですね、前回のキットは、まあ、ここ枠のキットはすごかったから。いや、なんかその後にキット君がめっちゃ面白いことした後に、支配人、ジェンライズのしんのすけ支配人がなんか面白い、ジェンライズ面白いやつみたいな、うん、かなりプレッシャーだったっすあれより面白いって あれですか、しんのすけ支配人がジェンライズ面白いやつとやってって、そう、今日、毎回そうです。ハードルめっちゃ高いっすよ、めっちゃ高いハードルめっちゃ高い。今後ゲストは、ゲスト、次回ゲストをイブ、はいはいはい、店の従業員をまあ呼んでもらおうか、呼んでというかリクエストしてもらおうか、まあ、都合があってね、来れないとか、はい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 、まあ、ミーティングがあって来れないとかっていうことがあればまた考えるけど、はい、出したい人だらけですね、それ言われたらもうもう、いすぎてどうしようっていうちゃんと、トウヤ喋ってって来てるよ、早く。いやー、やっぱ、これは嬉しいですね、ちょっと、トウヤ、これ どっから見てるんですか、どこで見てるんですか。ね、テレビの中に人はいないから、あ向こう、あ、なるほど、カメラ向こう、お願いしますこのくだり、先週のキットでもやったような気がする。同じことよ、ずっとキットここに手振ってたから、これここに画面があるんです、ここに画面があってそこを見てるんですけど、やっぱ宇宙人ですねまあまあ、もう一回キット出していいね。そんなにキットすごかったんですね。やばかったよ、もう、はい、あのキットはやばかったね。ほんでもってビールめっちゃうまいですね
ちゃうまい。めっちゃうまいっすね。進みますね。そうね。気がついた番組終わった頃にはこう、ようだホストでもテーブルであるようなこうタワーが出てそうな朝日タワーやっちゃうやつね。で僕出たらこの楓さん歌っていうのこのくだりあるじゃないですか、うん、これ絶対従業員なんですよ。もう僕のオンチを知らしめてあの殺したろうっていう絶対歌いませんもん。意地でも歌いません。髪の毛伸びましたね。伸びてこっち、これこっち見ながら喋ったらいいんですか。そう、カメラを見ながら喋ると向こうからは了解、まあ、君と目が合ってると。あっお願いします。お願いしますって。化石やんもう。いや、お願いします。そう、一回カメラもカメラアップでもうそう、ちょっと近づいて対談してきて、カメラと。そう、あの自己紹介、うん、あの前回カエラ出てくれてるから。あ、ちょっとなるほど。もうちょもあっどこだ。でもこれちょっと、あ、いいね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 、いい感じ、いい感じ。あ、どうも、はじめまして、ジェンダイズの。ちょっと顔寄ってない、大丈夫、いける。ちょっと若干寄ってますよ。僕もずっと飲んでますから、今日一日中。何回入んかい、なんで無言だよ。そう、今日だったんだから、もうそんなんね、甘かしちゃダメだよ。もう思わないですよね、全然ダメ。全然可愛くない。そう、もう可愛さの確定はもうない。やっぱそうなんですよね、言われちゃうんですよね、可愛いって。いや、まあ、言われる。こいつ接客中とかで、なんか可愛いとかって、VIP にいたお客さん2人に可愛い可愛い言われて、もうそこの往復しかしないの。違う、もう可愛いと可愛いって言われ、自分の気に入られた時しか行かない。それが違う、それが違う。違います、たまたまね、気に入られてるから、そう、接客の瞬間とかそこを行けと言われてたんで、それの指示に従ったまでで。お前楽やと思ってるやろって言ったら、はい。はいじゃねえ。はいじゃねえよ、お前。正直、じゃあもうぶっこんでも楽やと思ってたかどうかだけ言って。全然。その人が見てるかもしれんから。あ、うん、いや、あのね。でもね、一回ね、シャンパンって言ったんですよ。一回その、あ、気に入られてるわと。ああ、はい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 。いけるわ。空気凍りついた。それはまたちゃうかったんですね。そこに可愛さを求めてないんや。そうなんですよ。そうだね、いらないと、そんなの。そう、まあでも、しんさんも可愛いって言われてますから。しんさん、今日もかっこいい、かっこいいですですよ。いやいや、かわ、かわいい。うー、ほんま、しんさんも可愛いですよ。うわうわ、キャワタン。キャワタン。いや、もう、書いた女性と会いたい、今すぐ会いたいです。確かにね、今すぐ会いたいです。まず、あの、もうそのままの、あの、眼科連れてくる。もうすぐ、かわいい、だから、しんさん可愛いです、書いたいって、あの、ここに LINE 欲しいです、もう。ああ、確かに。LINE くるからって。今すぐ僕、飯行きます、で、コンコンと、どういう意図で可愛いと思ってるの。いやいやいや、ねえ、つって。そんなに可愛さがないよ、俺。ないっすね、可愛さないっすね。でも、二人ともやっぱ、かっこいいとかよく言われるんじゃないですか。かっこいいわ、楓が言われてるね。いや、僕かわいいですよ。かわいいなの。はい、かわいいですか。髪の毛ないんで。それはハゲがかわいいってな。ハゲがかわいいんで、丸ゴムなんで。まあでも、トウヤって呼んでくれる人おるんすね。いや、いるよ、それは。ちょっと嬉しいですね。だからさっき答えてたのに、向き合うだけやったから。いや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 、目と目を合わせてる。僕ね、ほんまにね、会話のね、引き出しめちゃめちゃ少ないですよ。でも、その中でも、しんのすけ支配人が、要は、押してくれて、ね、出たわけでしょ、もう。だ今、多分、あのタイムラインもしんのすけ支配人が書いてくれてたんで、見てると思うんですよ。あーですね。当然。俺が押したと。はい、なんで、仮に今日、東野が何もできずに終わったら、しんのすけ支配人は責任取るとこ、まあ、ちょっと責任。しんのすけの顔に泥を塗ることになったんですね、君は。そうそう。いや、だから今日も、今日お願いしますと、副社長に言った時、面白い話してなって言われたんですけど。うん、めっちゃ調べたんですけど、いろいろ面白い。知らない、知らないやね。何を調べてんの。どうしても自分の物語やって全然面白いの全然ないなって思って。ああ、まあ一つなんかちょっと面白い話あるんですけど、ちょっといいですか。ちょっといいですか。いいよ。あとね、緊張してかわからんけど、はい、ちょっとずつこっちに寄ってきて、俺もう画面30分くらいになったら画面怖くなるよ。こんなになってます。お前がど真ん中に来てるよ。もうちょっと向こう行く。もうなんかね、まあまあちょっと面白い話なんですけど。まあ、ある方がお好み焼き屋に行ったらしいんですよ。お好み焼き屋にね、これ、マジ実体験、実体験で、お好み焼き屋に行って、まあ、パッと、まあ、南のお好み焼き屋なんですけど、うん、おじいちゃんとおばあちゃんがやってるみたいなところやって、で、まあまあ行って、
ほんで食べとったホッチキスのこの束出てきたんですよ、歯が、うん、歯が出てきて痛って思ってで、うん、痛いなって思って、まあ、一応おばあちゃんに言ったんですよ。ああ入ってるよって。そうです、あこれホッチキスの歯出てきたけどみたいな感じで、うん、そんなわけないのお好み焼きなのにホッチキスの歯出てこやんわって怒られたらそのおばあちゃん片手ホッチキス持っとったんですよ。やるやんみたいな。トールや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 。うわ。え、なんかもう、うん、なんかめっちゃ面白くないですか。めっちゃ喋り方が自信なさげでさ、もう探り探りすぎてなんかもう怯えてる小鹿みたいやもん、なんかもう。ちょっと一瞬でもシーンっていう空気になったらちょっと無理なんですよね。やってるな俺って。全然滑ってはないよ、大丈夫。ただ話し方が下手やったなっていう。ほら面白いって来てますよ。わいや真に受けるな真に受けるな面白いと可愛いだけは真に受けるんだよ。そうなんですよね。え、でもなんかこうまあジェンダーで言うと嵐店長代表とか、はい、かっこいいとか可愛いだとかまあいろいろ言われると思うんですけど、まあ楓さんとかアップショットでもこう言われた時ってなんかテンション上がって接客とかめっちゃ何でもいけいけみたいになっちゃいません？なっちゃう。言われたらなっちゃうですね。もう副社長と俺なんて可愛いって言われすぎてもう何もならへん。おはようより可愛いって言われる回数が多いもん一日。そうっすね。可愛い可愛い言われる。このフォルム見てよ俺可愛い。可愛い副社長。可愛いっすね今日も。今日もやっぱ可愛いっす。なんか今日も可愛いです。可愛さにもちょっと種類違うじゃないですか。え、じゃあそれはどう違いどういう違い。なんか僕はなんかもうナチュラルでね、顔とかで。なんか腹立つわそれ。何なんかどういうこと。副社長はなんか見た目全然可愛くないじゃない。あ、そうです。そういう意味じゃなかった。他にどういう意味が。可愛くないじゃないですか。まあどっちかでかっこいいって言われる。それでなんか可愛いことしたらなんか可愛いって言われますよね。しんのすけさん見てますか。しんのすけさん。しばきますよ。しんのすけ社員しばきますよ。ナチュラルで自分可愛いって言い出してますよこの人。ダメですもう。ナチュラルで可愛い。ちょ楓さん推し教えてって。楓さん推し。まあ、じゃあここで来週のゲストでも言いますか。来週のゲスト。来週のゲストは最後に撮っといた方がいいよな。いや、撮った方がいいですね。来週のゲストをが彼の推しです。彼らの推し。お、そうそう。お互いですか。お互い、お互いというか、まあ、この人がこの番組に出て喋ってもらいたいみたいな人を、お互い言えるんですか、僕らじゃあ。そう。へぇー。違うテンポ。違うテンポ。そうまあ、ちょっとサードの来週は多分深夜の時間帯になっちゃうから、はいはい、サードの従業員だとちょっと厳しいかなっていう感じ。なるほど、うん、まあ一部やったら誰もでも呼べる。そう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 。でもきっと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 推しすごいっすね。すごいっすね。まあ、きっとはここでもう爪痕残してますからちょっと、同期ぐらいじゃない。いや全くの同期です。だよね、はい、うわもう全くない。なるほど、まあ、でも彼にはもう営業終わり の酒の回りもあったからね。いや、まあ、確かにそれはそれが言い訳でしたね。僕もちょっと営業終わりやったらもうちょい自信あったかも。でも今日ここ来る前に何してたんだっけ。寮で一人で缶ビールずっと飲んでました、ね、寮で一人で飲んでたってすごい。すごいですよね。一人でいやめっちゃ寂しかったっすよ。いやみんなに従業員全員にお前飲まんと思んないから飲んでけよみたいな感じで。ちゃんとそういうあったんや。心配はされてたんや。だから真っ昼間から僕アラスさんなんかこう知らないけど早くこうやってビール買ってきた。あ、ご当地、ご当地飲んでたね。そうです、駅でね、金沢。めっちゃ、あ、美味しかったですね、石川県のビールは。ちょっとお味がね、ちょっと甘なかったけど、ちょっとほんまにそれも。あ、独特だったの。いや、もうすごかったっすね。強烈だったっすね。逆に、石川で、旅行で一番の記憶残ったイベントなんですか。あー、副社長の流れ。いや、それはもう、しんのすけの財布なくなり事件。財布バスに置いてきた事件。金沢駅に着いて、でそこからバスでホテルまで、ホテルの近くのバス停まで行ったんですけど、そこの道中というか、まあ、バス
僕隣同士だったんですよ、バスの席が。で僕先に降りて、しんのすけ次に降りてきたんですけど、しんのすけそのバスに財布を置いたまんまホテルまで来て、財布出してジュースでも買おうかなと思った時に気づいたっつって、ないとないないやらかしたと。もうあの、まあ、彼もそこそこの人ですから、まあ、まあ旅行を楽しむぞと、まあ、後輩もいっぱい連れていかないといけないぞということで、まあ、たんまり仕込んでた、はい、弾ぶち込んでたのに、ぶち込んでたからず、ゆきちさんをいっぱい弾ぶち込んでたのに、それ初日の一発目、何もすることなく、ジュースも買うことなく終わるっていう。あ、何も買えない、何も買えない、ジュースすら買えない、ジュースすら買えない、後輩におごるつもりでいっぱい詰めてきたのに。まあでもその後ね、ちょっと表彰があったけど、まあその表彰って言ってもね、まあちょっとビビたるもんというかね、まあ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 、後輩全員にバンバンおごれるほどの金額が入ってませんから。そうそうね、もうその後もうちょっとすがるような目で子犬が自分にすがるような目で、ちょっとご飯連れてってくださいって言われたんで飲みご飯と、あとおでんとか飲みに行きましたね。おでん副社長がまさかの、うん、しのすさんがおごってくださいと。はい、ですよね、ですよね。あのちょっとだからお前言うてんねん、攻めてる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 、左に寄ってくださいって。これだけ見ない、こうなんか、あ、だから文字の上に自分がおるんが、あ、なるほど、ベストなんですね。そうだね、そう、結構今僕、これもこう、あ、この辺なんですね。副社長のポジションもらって、もうこの辺ですもん、定位置で言ったらこの辺ですか。こっちは来すぎない、まあいいか、まあいいか、あ、OK です、OK です。はい、ビールの位置が、その財布はどうなったんですか。でももう確実になんかパクられてます、パクられてるよね。帰ってこずですか。帰ってこず、ずっと電話しましょう、ずっと電話してでもそれがなんかもうないですみたいな。えげつな。でお金も下ろせないんですよ、要は。そう、下ろせない、全部、全部ない。日々あんだけ頑張ってる人がかわいそうですね。一言ですが、かなり後輩の人たちが、まあ、みんなあの試合のように下の人たちが、まあ、いつも連れてってくれるじゃないですか。でこの旅行前も俺このイラン旅行中にお前らに50万は絶対使ったるからなみたいな、おお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 おずっとレオと一緒にいたもんな。みんなちょっと残念がってましたもん、やっぱり再放送したって聞いて、いろいろな意味で残念がってましたね、みんなが。まあそうだろうな。多分まあいろんな意味でって言いながら後輩たち全員くそっうまい飯食えん最悪だ、塩こいできんみたいな。あれだり、そう、移動はタクシーじゃなくて徒歩になってしまったやだみたいな感じですね、もうみんな。タクシーじゃなくバスとかね、バスになったと、200円、200円になったと。だってなんか最後帰り時に電車で俺の残金何もかしてる言われて、何もなんですかって言ったら1000円って言って帰りの電車で1000円って言ったらもう梅田に着いてからの電車賃でもうまあまあまあカツカツ帰れるか心配になってきたって言ってあんだけ数々グループナンバー取ってた所持金1000円っていうまあまあまあね、大惨事ですね。まあでも彼曰く石川県にお金を寄付してきたって言ってたから、言ってました、ね、なるほど、広い心でね、そう、君らに使ってる場合じゃないと。そうですね、石川県に日本の経済を動かそうぐらいのレベルでもう寄付してくれたんですね。そうそうそう、ふるさと納税ってやつですかね。そうそう、何のふるさとでもない何のふるさとでもないふるさと納税でなんかもらえるらしいけど、2回ゼロで、はい、副社長からの愛だけ、愛だけ、副社長からのおでんおでんと日本酒数十杯日本酒ガブガブいってましたから、もうそれね、焼け酒しかないですよね、そうなってきたら。もう石川県のおすすめはまあ手っ取り早く言うと兼六園とか、兼文六じゃなかったですか。兼六園、兼六園、兼文六ってお前それなんか、え、随に行ったやつがなんか書いたやつじゃねえの。え、あれっすよ、庭のところっすよね。兼六園。お、兼六園ですか。なんやねん、兼六園。なんやねん、かの昔のやつらがお前書いてたやつ。いや、兼六園、こう、みんなこう行ったじゃないですか、やっぱり。はいはいはい。でも行っても、こう全員、まあ似たようなコメントで
今の、ま、俺じゃまだ分からへん20年後こら分からんって言ったら言うのじゃんいや、ま、でもあの俺2回目兼六園行くの2回目だけど、はい、今回は、ま、プラッと一人で散歩がてら行ったの、はい、でもまあまあ良かったよ。なんかやっぱり自然に囲まれて、はいはいはい、なるほど、その良さがあったんですね、うん、そう刀剣文録そうやんね、なんかマルコポーロじゃないですか、確かそれ、マルコポーロ何でしたっけ、刀剣文録聞いたことちょっとあの、剣文録に関してちょっ と, ちょっとほんまにググったやつ出してください。ほんまにやめてマルコポーロじゃないですか、どうやらほじくらんといてほじくらんといて聞いたことあるな。そう、剣文録は聞いたことあるね。そう、そうですね。いやもうそれを刀剣が言ってたんであればもう君秀才よ秀才、そのことを言ってたんであれば天才ですね。それに石川県がつながってたら、うん、あ、Google の答えが欲しいですね。 Google ね。そう、あと何やってたの君は。そんな僕らの剣文録が出るまでひたすら釣りですよ。あ、釣り行ってたね。釣りでもうまあ大惨事でしたよね。あ、そうなの。はい、どうだったの実際楽しかったんですけど、まあ船酔いして、うん、まあ、ダウンして、うん、まあ、終始寝てる人と、うん、で確かもうめっちゃ寒かったんですよ、うん、もうで雨降ってて、だってみんな T シャツとかで行ってたよ。でみんな T シャツにあの半ズボンで行っててでなんでみんなそうだったんかって言ったら、あの背中なんかその前回、まあ、普通にプライベートで釣り見たことあったらしくて、あ、石川県、石川県じゃなく普通に、あ、違うところ、うん、でめっちゃ暑いっすよ。ああ線上めちゃめちゃ暑いんだよみたいな、日焼けしてしゃあない、気をつけてくださいねみたいな感じの情報流れてて、じゃあ暑いんやったらそれで行こうって、もう着いたら全員こんなのあかあかあかみたいな、みんななってて、みんな顔死んでたもん、みんな顔死んでてユキずっと寝てた。ユキさん寝てましたね。ダウンしてたよ、ダウンしてました、ね、写真なんか見たらもう元気とか、生命の危機感じるような顔で帰りましょうダメですもんみたいな。船で出てたんだよね。そうそう、船で、ね、船に出てもうヤバいなってなりましたね。このまま終わるんかなマルコポーロやった、当たった、マルコポーロや、さすが、いやー、さすが大学生、さすが大学生だけある、ね、ありがとうございます、いや、ありがとうございます。何やそれまさかここで君がマルコポーロ出してくるとは思わなかったね。いや、僕好きなんですよ。あ、好きな、わかる、そうだね、まあ、そこはもうほじくらんとくわ、もう何も出てない僕これ以上ほじくらんとくわ。僕こういういじめたいにめっちゃほじくらんとくわけどやめてやめて、どういう人物に言いたかったやめてあげて、放送事故起きますから、放送事故、もうまた無言の空間が事故になっちゃうから、それは危ないですね。今日あれなんですか、今日1時間なんですか。うん、そう、あのこの番組、あの前々回ぐらいですかね、前々回ぐらいから、あのルイとヒカルが出た時から、あの1時間番組、えっ、おめでとうございます。1時間前、おめでとうございます。ありがとうございます。それも皆様のおかげなんで、あ、そう、ほんでね、このチャンネルが今までちょっと違ったんですけど、はい、コミュニティみたいな感じでやってたんですけど、今回スターガイズの方でチャンネルを取得したということで、はい、上にもS の横にスターガイズチャンネルって書いてあると思うんですけど、ここにコミュニティというか、ね、チャンネル登録してもらえれば、毎回放送するたびに誰々が今から放送しますよ、あ、ピコンって通知が来る、こんな番組やりますよみたいなのを、はい、出てきますんで、はい、皆さんぜひともチャンネル登録してもらえればなと思います。もうしましたって言ってくれてる人いる。おー、あ、いい、ありがたい、ありがたい。今までコミュニティ登録してくれてた人たちも、もう一回チャンネル登録し直してくださいね。僕の番組だけじゃなくて、このスターガイズのチャンネルのホストの穴っていうやつとか、まあ、あとは今後違う店舗とかでもね、こういう番組やりだすっていう言ってるんで、はい、登録してください。はい、じゃあそんな感じで、あ、先週しましたね。はい、そんな感じで、チャンネルの宣伝もできたということで、はい、一旦ここで CM 行きたいと思います。 CM では CM どうぞ。
ですね、まあ何個かありましたけど、しんさん今回のグルメは何が一番美味しかったですか？もうこれは確実に、はい、寿司でもなく、はい、シャンコウニでも牡蠣でもなく、はい、ノドグロです。やはりノドグロっていう魚があるんですけど、最近流行りのもうね、ノドグロ超うまかったから今日そんなやばかった。そんなにもうノドグロ飯っていうのを食べに行ったんだけど、あの釜飯みたいな感じで炊き込みご飯で上にあのノドグロがわーって乗ってる。僕のフェイスブックとか見てもらったら1個の写真載っけてあるんだけど、のどぐろ飯やばかったね。やばい。もう本当に食べ方としてはひつまぶしと同じような食べ方なんだけど、最初はそのまま食べて、で次は薬味入れて、でその次はだしで割って、あ、だしでお茶漬けみたいにして食べるみたいな。はい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 。もうね、完璧、もう全てに無駄がなく、もう雑味も何もない。もうすっごいうまかった。めちゃくちゃうまかったね。のどぐろやっぱ正解なんですね。のどぐろ、あの石川県はのどぐろ有名なんで、ぜひあの皆さん行ってください。のどぐろね。はい。赤むつって書いてあります。赤むつもうまいね。あとあの、お寿司行ったら金目鯛のほうが美味しかった。あ、金目鯛食べました。美味しい。カレーも美味しかったですか？カレー食べたの？カレー食べたの？え？カレー、カレーとは言って。あ、カレー、え、カレーめっちゃ有名なんですよ。え、ゴーゴーカレーのこと？じゃないです。金沢カレーみたいな。キャベツととんかつみたいなのが乗っててみたいなやつ。いや、乗ってなかったです。え、ゴーゴーカレーのことじゃなくて？いや、なんか普通の、はい、なんかブラックカレーみたいな。うん、それそれ、センバカリーじゃない？センバカリーってこのスタジオの横の横ぐらいにもうすぐ近くにあるすぐ近くにあるセンバカリー。しっかり金沢駅で食べました。金沢駅で有名みたいな感じで書いてカレー、はい、とりあえず書いてる感あるやつちゃいます。それもとりあえず書いとけみたいな。いやそれはもう騙されてますよ。いや、めっちゃ美味しかったっすよ。でもすっげえカレーが、はい、カレー有名なのかな。一人だけお子ちゃまで、こんなん言いながら、あの僕全然最終日あのゆきさんとマクド食いましたね。いやお前、いや、もう海外じゃないんだから。海外の安定のお前ケンタッキーとかじゃないんだから。海外旅行はね、そっちに逃げますよ。もう飯合わんと思ったらもうマクド、ケンタッキーとかプーケットでのケンタッキーとかもう行くしかないですね。マクドってやっぱ美味しいっすよね。そこについて語っていく。マジマジ。なんで最終日にそんなマクド。いや、それあの深夜だったんでもう無理やったんですよ。あ、もう何もないみたいな。食べるもん、ね、食べるもんも、ね、もう早いじゃないですか、閉まる時間が、ね、で歩いていくのももうなんか嫌やったんだよ。でマクド、マクド、いや、マクドか。いや、でも俺マクド、あの前回もルイとかと喋ったけど、はい、俺もうここ最近ずっとマクドもモスも全然食べてなくて。はいはい、モスも美味しいっすね。マクドなんてもうちょっと心配で食われへん。わざと食べ、もう嫌っていう意味で食べないんですか。もう、うん、そうよ、ね、グルメの人は嫌なんですかね、そのファーストフードみたいな。グルメって、グルメ、まあこだわるじゃないですか。どっちとかめちゃくちゃこだわるね。こだわる。コンビニ飯は食べないでしょ。だってコンビニ飯はまあ食わんねえ。そう、それすごいっすよね。まあ食わんねえ。もうたまーにあの UFO とか、はいはい、もう誰か食ってたら食いたくなるやん。あー、ありがとうございます。うまそうやな。カップヌードルのシーフードとか、もうそれを食う感じです。たまに、はい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 、コンビニのご飯とか食べないね。弁当とか。サンクスのおすすめ。おすすめくれ。サンクスのおすすめ。第1位。焼き鳥、ぼんじり、タレ、うん。めちゃめちゃうまいです。ほんまに引くと思うけど、めっちゃうまいです。どこのぼんじりよりも。あ、そう。はい、もう僕、ぼんじりにはめっちゃうるさいですけど。サンクスのぼんじりが一番、はい、サンクスのぼんじりがもうほんまに食べてください。サンクスのぼんじりが一番おすすめだということで、引くぐらい美味しいですよ、はい、もうすぐ行ってください、はい、放送終わってからぼんじり、はい、しんのすけが財布を落としたからカレーになったんだよね、要はね。まあそうです、ね、違う、え、誰と行ったんですか。あ、僕は、カレー行ったのは最終日です。もうさっき行ったの、うん、誰と行ったの。テンパりすぎだろ。誰と行ったのって聞いて、最終日、って宇宙人やで、この答えは。アラスさんと、ああレオさんと、ああ、やっぱりレオとアラスなんだ。しのすけはそこにいない。ああ、いなかったです。しのすけさんは多分その辺で雑草を虫ってます。なるほどね。
兼六園でなんか苔とか食ってた、苔とかペロペロしてる。でもなかなか旅行ハードやったっすね、ライズは。そうライズはなんか結構ハードやったっすね。もうほんま、うん、店長代理、嵐店長代理がもう自由すぎてマジで、ああ強烈やったっすね。まあ彼は結構アグレッシブだもんね。やばいっすね、いろいろ動くしね。ジム行こうって言い出しました、ね、あ、言ってましたね、言ってました。それは笑いました。旅行行ってジム行くんやと思って。こうやってそれは何とか言ってたもんね。いや、なんか大阪でもジム行っても行ってるみたいなんですけど、金沢行って一番テンション上がったのがそのジムが海外の機材を置いてたからめっちゃテンション一番上がったみたいな感じで。あらさんが、そうです。これは日本にはないんやぞ。お前は分かるか。いや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 、ここ石川で食べる必要性と石川で行く必要性だよ。マジで。でも言ってる嵐さんが想像できすぎて、もうすごいっすね。あとジェントリーのソウスケとかもヘッドスパ行ったって言ってたから。シャンプーされに、シャンプーされに。なんでなんでだよ、そのなんか大阪でわざわざ行かんのがこうやっぱ行きたくなるんですけど、時間できるじゃないですか。あ、まあまあまあね、ホテルでゴロゴロしてるぐらいやったら、うん、まあまあヘッドスパでも行こうかなみたいな。いやもう僕も一回行ったことありますよ、過去。髪の毛ある頃、ある頃、今行くのちょっとは恥ずかしいんですよね。これなかったで、なんかトリートメントしてくださいとかだったりとか、もう言えないです。ヘッドスパってなんなん？俺一回も行ったことないからあれだけど、毛穴をきれいにするだけじゃない？毛穴きれいにして、マッサージちゃいます。あと髪の毛も、髪の毛も整えてくれて、頭皮のマッサージとか、汚れ取るとかじゃないですか。もう大阪でいいやって、もう普通にダメ、普通に普通にダメ出してきてますから。そうですね、もうこんな話間違いなさすぎて、もう何も言えんす。旅行で、旅行でジム、 UFO は死にますか？急に急に急に UFO とこれキットちゃいます、今回。なるほど。UFO UFO と UFO を僕のまあ持論なんですけど、見たとか、うんうん、ああやとか言ってる人は、うん、まあ信じないんですけど、僕見ましたんで。しんどいしんどい、もういやいやいや、僕見ました。いやいやもう、お前ちょっと今狙ってるな、これ。いやいや、狙ってるぞ。狙に張り合おうとして狙ってる。ええよ、もう UFO 見た話、いやいや見た話聞こう。まああれはいつぐらいですか、ね、まあまあまあ、なんかまあ何年か前なんですけど、山の方にブーって走っていったっす。しょうもなさすぎる。なんかそんなオチに僕の話は遮られたと思ったら、もう確かに僕のその持論語るんを邪魔されて。あ、じゃあどうぞ。もういいよ、もう。もう喋る気なくなったもん、もう。山の上ちょろちょろいました。もうそういう人一番嫌いな人種です。確かに、もう何の根拠もないっていう。いやでも UFO はちょっと誰かが昔言ってたんだけど、はい、一説あって、はい、未来人の旅行と捉える、はいはいはい、としたら、はい、要は未来、今後ね、はいはいはい、未来になっていって、まあドラえもんとかのね、世界になった時に、はい、まあ過去に旅行ができますよと、はい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 、いう旅行プランができた時に、はい、UFO がこの年代を指定して、はい、この過去旅行に来てるみたいな。過去旅行、そう、はい、それでなんかそれでさらわれる云々は分からんけど、はい、それがもうUFO の正体じゃないかみたいな。で過去旅行来て、多分カレーライス食べてるのね。そう、カレー食べて帰ったんですよね。そうそうそう。で、で一人残されたのがここにいるっていう。ああお前そういうやつだ。なんかおかしいと思った。ここと松本キットっていう。なるほど。え、アサスグループ二人いる。二人、めっちゃしんどいやつ。二人未来人がいるっていう。いやもうなんかね、すごい未来のこと教えてくれよ。すごい今の話難しすぎて、あんま全然理解できない。何も難しくない。何も難しくないよ、全然イージー、うん、過去に行ったんですよね。そう、過去に旅行に来てるっていう。そうそうそう。誰がってことですか？トーヤとキットが。あ、僕と来てる、うん、あ、今この状態で。あ、そう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 、そういうことです。過去に来て、過去に旅行に来て見聞録読むやないか。
いやいやこのコメント天才絶対面白いですよ。いやだったらもう見聞録の内容知ってるから読まねえだろ。未来にいるんだったら。いやマルコポロね。マルコポロ、はい、素晴らしい。ドラゴンボールトランクスが言われてますよ。GT 始まりましたね。これはナイトチューブではありません。これはスターガイズチャンネルです。スターガイズですね。はいはい。でも僕はその宇宙の話戻していいですか。ああ全然いい。めっちゃ戻して全然喋りたくて言いたかったんですけど、その それは UFO のやつ。いやそうそう UFO とか僕ちゃん全然信じないんですけど、その見たとか、うん、まあ UFO 番組うさんくさやってるじゃないですか、うん、あ信じないんですけど、なんかこう、まあ、めっちゃこう一説のとあるめちゃくちゃ頭がいいこのまあ科学者というか、うんうん、そういう人が言ってたんですけど、まああのまあ、宇宙のこの全体、宇宙を全体と考えたら、うんまあ、この部屋全体としましょう、うんまあ、結構広いんですよこの部屋、多分伝わると思うんですけど、うん、もう地球のでかさはもう鼻くそ1個分ぐらいやと、うん、僕たちの、ほうほう、あ宇宙にしたら宇宙全体で見ると、言ったらその太陽系とかあるじゃないですか、あんなもう1つに過ぎないと、はいはい、で考えた時にもう確率的には絶対にいるって言ってました。あ、そう。そうです。要はもう鼻くそ1個分ぐらいで、もうそんなんありえへんと思う、うん、地球人だけがその数学的に考えたら、ああなるほどね、確率的に考えたらありえないと、絶対にいるって言ってました。ああもうじゃあもうんだけでかい、なんか鼻くそ1個ので僕らこんだけね、うん、ワイヤワイヤしてるんで、絶対他にもいるって言ってました。あそう考えたら納得いくなーって感じですね。まあ確かにね、そんなんやったら、ね、あの誰よりもお前が一番筋取ってるね。イエーイ。俺の過去旅行なんかもう、もうそれこそ鼻くそだよ。急に過去旅行はトランクスって言って終わりました。もうあそういうこと、あトランクスは過去旅行なの。俺もあんまりもうそれぐらい、あなんかそうですね、 GT がなんかもうこれ喋りだしてもっとおたってくるんでやめときます。さすが大学生ってやっぱ来てますよ。やったありがとうございます。え今大学通ってるんですか。はい大学通ってます。いや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 立命館大学2回生です。それは行きたいところじゃん。お願いします。教員免許頑張ってます。ちょっとしんさん LINE したのにって書いてあって、はい、で LINE 見たら、はい、来てないからね。来てない、あらあらあら、ちょっとあのまあ僕だけじゃなくてね、この二人にもちゃんと送ってください。僕なんかに送っててもしょうがないんで、まあ俺が一番欲してるけど、え、これえ、アザスシン、アザスシンだっけな俺。アザス自分のアカウントで疑い出すっていうアカウントな、なんだっけな、アザスシンでした。あ、アザスシンです。来てますか。来てないです。あらあらあら、僕の ID ちなみにめっちゃわかりやすいです。電話番号、はい電話番号なんですよ。ちょっとこれ口頭で言って、考え口頭で言って、これ口頭で言って、ちょっと通販っぽく言って、もう080-4822-3030です。助けないよ。助けないよ。そんなローテーションででも助けないよ。全然掘り込んでいかないと助けません。いやまあまあ電話してください。電話なんで。お酒の失敗談ありますかと。あ失敗談しかないですよね。うん、ホストなんて絶対。なるほど。いっぱい。なるほど。もうね、この彼はすごいのよ。はいはいはい。まあ、彼らはあんま知らないと思うけど。僕あんま知らないですね。噂しか聞かないけどなんで、すごいとしか、ね。一番ひどい。もう、ここ最近では年、はい、もうここ1年内では一番ひどいね。歴代トップ。うん。あのね、この1年。そうです。もうヤンキーなのよ。はいはい、完全なる、とにかくもうよ、ヤンキー気質、とにかく、はい、もう酔っ払ったら誰かに構わず絡むみたいな。え、でもそれはオラオラした絡みでいくの。やばい、もうザ関西人みたいな。ねえねえ、俺これはボケーみたいな、ちょっと出てこねえ、ほんまにどうやすかー言うてますから、めちゃくさほんまに。まあまあ、でもお前の役職がなんぼのもんやねん、これはボケーお前の役職がねーいやもうみんなにこう羽交い締めにされた状態ですげえ強気。いやでもまだグリグリいく。まあなんかまあ若かったっすよね。いやついこの間だから。1ヶ月前何を過去のことにしようとしてるね。そんなん言ったらね、マニュアル作ってくださいよみたいな。作りません、君のためにマニュアルなんて作りません、めんどくさい。そんなんやったらあかんかったらね、マニュアル作ってくださいよみたいな。もう恥ずかしい。もうあれはね、毎回あのね、ビデオに撮って見せてあげたい。そんなのお客さん減るよって言われて。ほんまにね。いやいや、ほんまに。いやもうまあドギツイのね。あ、ショットさん、ショットさん、ショットさん、
じゃあショッツさん見てくれてるんだ。はい、ありがたいね。いやでも、いやまあどうなんだろうな。だってついこの間もしんのすけ、まあしんのすけが押してるじゃない。はいはいはい、はい、しんのすけが押してて、もうオニオン絶対ショッツさんですから、これ押してて、この間しんのすけに、はい、最近トヤどうなのと、はい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 、聞いたら、いやあいつはちょっと成長しましたよと、はいはい、もう、わーって、もうイラーっと来てもでもすぐ帰りますって言って帰ってますみたいな、そうなんだって言ったその日の営業終わりに、なんでこれのゲー寝てますねーみたいな感じで言ってたからかかってこんねーみたいな。もうのすけさんがかわいそう、しんのすけさんがかわいそうで仕方ない。もう声の高さマジこんなんなんだって。いやいや全然ちゃう、実際に島田さんも見てる、島田さん島田さんが見てるのは何やねん、おもろいです島田さん。ちゃんとお土産買ってきたんで、島田さんの分でもね、はい、スターガイドさん言ってる時はもう記憶ないの、オラオラしちゃってる時はありながらすんの、どっち。ほぼほぼないですね、ほぼほぼないですけど、あ、止まらない、止めようって、あ、もう自分がもうもう止まらない、もう抑えられへん気持ちみたいな。まあ要は僕は甘えてたんですよね。何に？みんなに、みんなに甘えてたんです、うん、それ人生単位、その細川帰ってから。そうですそうですそうです、まあ、どっち人生でってことです。人生でみんなに甘えてきて、甘えてきたっすね。まあ末っ子なんですって末っ子関係ない。シンさんのはモノマネですかって、当然モノマネですよ。もう彼彼の彼が何でこれ負けーよお前かかれよお前みたいな。一回見てみたいな。そうなったら副社長僕に LINE ください。で、営業で見に行きます。すぐライズ見に行きます。スイッチ入りましたと、トウヤのスイッチ入りましたと。まあでもでそれ動画撮ってトウヤのバースで流します。ああそうやね。ねえ売れ向きやってやって。誰も得しないよそれ。周りがおもろいだけだよね。ほんまにお客さん減るっすよ。あんだけ前半かわいいかわいい言われてたのに、まさかの後半でお客さん減るよって言われて修羅ばらされるっていう。引くわ。でもお客さんも知ってるでしょある程度は。まあ知ってるっすね、やっぱり。でしょ。いやだってもう歩き方がヤンキーだもんね。まあそれ、まあ、今はそれはちょっと一番恥ずかしいやつですか。気付けてますけど。んなんなんそんなんやってないでしょ。ちょっとこう、なってますやん。やっぱなってますやん、こうやって。いますね。いやでもそれこそバースデーとかでさ、やらかしたとか。バースデーね、さ、シュランをってことですか。バースデー結構まともだもんね。過去やばかったんですけど、入店してからまあ半年一年未満ぐらいは。ああ僕数々社長と副社長にもねえこれもういい役職なんだっていうのをボコボコ言うてましたね。言ってたね。君みたいな感じだったよ。でも楓も元ヤンキーっすよね。けどもう入店1ヶ月でもうね、こんなでっかい店のガラス割ってこれ割ってたね。割ってもいくらすんねんと。ホストクラブもう右も左からの大学生がでかいガラス割ったホストクラブのこんなん返せるわけない、払えるわけないと思ってね。まあ飛びかけましたよね。もうありました、飛びかけました。まあでもね、もういやさ、お酒は怖いね。で結局そのまあ自分の立場上がってったり、まあ、後輩ができてきたりとか、お客さんできてきたら絶対治りますね。治らん手段はないです。確かに抑制できる。まあ要は意識の持ちようですね。お前が言う鼻水出たわ。説得力なさすぎて。まあ要は意識の持ちようですね。いや俺でもね、暴れることないけど、はい、2,3 年ぐらい前のバースデーはやらかしちゃってたよね。 2,3 年前どの時なんですか。いや G スターと前天合同で G スターの箱でやった時あったの。前天合同ライズとジェンライズと G スターで合同でやった G スターでの従業員こつきまくった時ですか。あ、そうはい、あれ多分、あれ去年ちゃいます。それ今日、おととしで、去年はあるお客さんに初めて、まあ、ついたお客さんにゴリゴリ煽って、めちゃくちゃその子優しい子なんだって。俺にヘルプとかみんなに対してすごくニコニコしてる子らしいんだけど、はい、で俺がついて
ゴリゴリ煽ったらもう激怒して怒って帰っちゃったって、まあ、それあの僕のお客さんそうごめんなさい、あの時はすいませんでした、すいません、あの僕全く記憶ないんですよその時がね、申し訳ない、やらかしましたね、あの時はやらかしてた、去年はそんな感じです、一昨年はもうちょっとなんか、もうちょっと踏み込んだやり方とかしてやっちまいましたね。そんなこんなで、あの僕来週かな、来週 G スターの方でバースデーがね、リュウ GM とありますんで、はい、あの変なことしないんで、はい、あのモノマネチャックボイスで配信してほしいのはですね、どうしたらいいんですか配信できるんだったら配信しますよ。なあこのロケお前来てんかい、モノマネなの、よしとやんねえお前のやっちゃくなんだよ、モノマネやねシャーモラーチャグボイス、チャグボイスで配信僕ね、うすうす思ってたんですよ、今日出させてもらってなった時絶対この機会下りあるやろ絶対あるやろ、そらあるよ、そらもちろんあるさ、本物、ここまで言われたらもう本物聞きたくてしゃあないですね聞きたくてしゃあない、聞けないっすよ、いやいや、僕じゃあもう僕お客さんとライズ出勤して、もう今日はヘルプ指名でテキーラとか永遠出しておきたい、営業終わり、営業終わりに確定するのか、なるほどなるほど、営業でも営業中にある程度入れたのダメ、そうそうそう、エナジーを入れといて、エナジー入れといて、エナジー入れといてそうで、ちょっとイラってさせたらいいんですね、はい、そう、なるほどなるほど、さあ、亀田の父でスカルで、デスカルデスカルデスカルラスカル、はい、これは何ですか、これはコメントですね、コメントです、コメントは見れるんですよ、これで、すごいいい目覚めになりそう、これで目覚めが、これで目覚め帰宅はめっちゃおもろい、あかんあかん、お姉ちゃん帰ってきたもん、お姉ちゃん仕事終わりましたよ、分かったからもう、もう今日ちょっと残業1時間ぐらいありましたよ、ね、この時間なんで出てくんなお前やおい、何しに来てんねん、お姉ちゃんいただいてますもん、いただいてますいただいてますよ、あの姉に関わらずね、また差し入れのビールとか送ってもらえれば、後で間に合ったわ、分かったからあ、ここ、そう、ここね、ここに送ってください、ちょっと出たーだけど、もう名物になってきてますねお姉ちゃんもうね、姉貴が起きてない時間帯にやりたい、はい、もう、違うのこと、え、リアルなお姉さん、多分そうだと思う、さっきあの家に着いた、あのもうすぐ家に着くと LINE 来てたから、ゲスト姉、これいいっすね、もう呼ぶな、やばいっすね、青か、面白い、青か、呼ぶもんか、ゲスト姉いいですね、アザースグループ全従業員見ますよ、もう必死こいてみて呼ぶか、コメント荒れ放題ですよ全員殴り書きですよ、呼ぶべきじゃねえ、なんだよ、呼ぶべきってなんやねん、呼ぶべきとあ、じゃあもう、はいはい、どうぞ、意見します、記念すべき放送100回目とかで行きましょう、あ、なるほど、もう記念すべき100回目で、じゃあ、はい、生電話にして、もうそれ、あー、なるほど、なるほど、姉と生電話、あ、姉と生電話ぐらい、なるほど、それいいですね、はい、3分ぐらいにして、もう姉と3分電話で喋るって、まあまあきついで、お前、きついっすね、無理っすね、無理っすね、兄弟、おるやん、います、います、います、もう無理やん、もう限界ありますね、何喋れんの、しかもこんな公共の場で、何がこの、もう見られてる中、もう無理やん、そんな。姉張り切りそうじゃね、姉と対談、でも副社長のその性格的にはどうなんですか、こう副社長みたいにどっしゃーっていく系なんか、こうおとなしくしなーってタイプで言った、まあいや明るい方じゃないから、明るい方なんですか、うん、じゃあ出演できますね出演、出演はすみません、お酒飲んだらですか、お酒、それはお前だけやから大丈夫大丈夫日本国民全員主乱にするな、やめろまあでも僕ちょっと一瞬いいですか、言いたかったの、ちょっとずっと機会伺ってた、伺ってたよ、はい、何分前から、何分前から、いやもうだいぶあのお酒のくだりからちょっとまあ一個ね、ちょっと言いたい言葉があるんですけど、うん、酒は飲むもの、飲まれるな、とうや一生出しません一生は譲るです、しのすけ試合興味津々からとうやブラックリスト入りしました、ちょっとしのすけちょっと、ちょっといや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 お前酒はの飲むものや飲まれる、飲まれるなね、はい、はい、これ一番分かってない人が言っちゃうっていうお前が一番飲まれてるからね、まあそれ、まあ、経験な経験経験してから経験使ってますねそうそう、酔っ払って今下回ってないがもうあのね言われたくないって言われてる
最後にオニオンを聞かせてください。最後にオニオン聞かせてくださいって。もうね、まあ、オニオンはね僕ね、もう何もない。オニオンを聞かせるってどういうなんか、オニオンって伝説のワードがあるんや。ああ、はいはい。そうそれとともに、やらかしちゃってユキさんがちょっと痛い目見てるみたいな。あの時の放送でやらかしたっていうね。2年ちょい姉と生で100回行くのって2年ちょいもかかんの。月4回 で今で年まで14回ってこと。ああそう、うん、そういうことね。10まあまあ4かける。ああでもまあまあそれぐらいでは行くね。行きますね。まあ1年やらせてもらえるんだったらどんだけでも行きますけど、2年後、はい、ってなったらもう一緒もう出ましょう。もう出ちゃ大丈夫です。2年後なったら。皆さんお酒は強いですか。皆さんお酒はお酒多分弱いからないやこれ言うじゃん。いやそうですね、僕もう体験のした時、切ってやった時にもう上の人にお酒は強いですかって言われた時に息ってめっちゃ強いっすよみたいな感じで言ってたけど、今ジェネで一番弱いですね。一番弱いです。多分君腕っぷしも弱いやろ。めっちゃ弱いと思う。なのにシャーコラ言うてますから。なんやこのバケやんまー。気持ちやな。気持ちやしゅけー。気持ちは負けるだと。気持ちは負けるだ。いやいや迷惑や。さあ、じゃあね、もうそろそろ、まあ、10分切ってますから、はい、来週のゲストはい、ほう紹介のコーナーですか。はい、誰が誰でも、全然誰でもいいですよ。この人にこの番組に出てもらいたいと、はい、いう人、まあ今まで出てた人でも全然大丈夫。まあ、ほんまに誰でもいいですよね。誰でもいい、全然大丈夫。東野全然酔ってません。まあ、東野ほど、誰選んでも東野ほど喋れない人はいないと思うんで。確かに、まあ、安心して。いや、めっちゃ喋れない。まあ、誰選んでもない、大丈夫、失敗ないと思うんで。あ、今週末、エイジバースデーですね。ジェンライズで、エイジさん。あと、ジェントリーの周年もありますね。で、Gスターでは今週末はないですね。来週末に、副社長のバースデー。ああ、そうです。はい、どうぞ。ゲスト言っていいですか、もう。じゃあ。ゲスト、前置きありなんですけど、はい、まあ、最近、まあ、権力を振りかざしてるという、なんかオラオラしてると。権力を振りかざして、お後輩にドヤドヤ言うて営業中好き放題してるらしい。おジェントリーのセナ君。セナ君に登場してほしいと思います。セナに登場してもらいましょうか。はい、まあ、理由としては、はい、まあ、あんだけ営業中うるさいけど、こういう場で絶対喋れないんで、その公開処刑を1時間見続けたい。セナ公開処刑。セナがフリーズしてるのを1時間見続けたいという願望で。はいはい、じゃあ来週はセナに。あとやっぱまあ、アザスグループ来てる女性のお客様、まあみんな好きです、ね。はい、東野毎週見たい来ました。はい。ね、東野毎週見たい。はい、お世辞ありがとうございます。はい、どうもありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい。じゃあ、僕に、この、誰でもいいんですよね、マジで。誰でもいい。他店舗ですか。他店舗、うん、じゃあ、富山は他店舗です、うん、僕からして G スタは OK って言うんです。僕ね、本当にね、このニコ生蹴ってるって決まった時にめちゃめちゃプレッシャーかけられてた人が多いんですよ。ほうキッド君はめっちゃ面白かったよみたいな。はいずーっとプレッシャーかけられてた。チクチク、はい、いや、うまいはおもろかったけどみたいな。はい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 って言われたのが、うん、G スタの葉月君。おぉやられたんで、もうこれは一度ぜひ。やばい。暗黒になりそうやな。やばいな、それは。それは暗黒だ。一回。いやー、なるほどね。はい、じゃあ、その2人を。それは当然、はい、面白いことやってくれると思うんで。はい。はい、もう、それは採用でいいと思う。もう、いや、その2人に採用を、はい。その2人に、オファーかけて、はい、大丈夫なのであれば、はい、来ていただこうかなと。うわー、楽しみだなぁ。はい、どうや、頑張る。もうどうや、これから1週間つつき放題よ。もう葉月さんですね。ああ、そうだ。葉月さんはこんだけ僕に言ったから、面白いんですよね。相当すごいんですよね。つつきたい放題、ね、はい、やってみましょう。じゃあ、いや、瀬名はまあまあ喋らへんで。瀬名やばいですね、もう。
そうなの。いや固まる、絶対固まる、はい、逃げてるんですよね、なんか一回オファーかなんかした時に世良出るって言ったら、いや僕絶対そういう場では喋れないんでみたいな、もうダメなんでって感じなんですね。5、6人いる中で、あのやらせてくださいみたいな。あーでも、もう盛り上げ最強って言われてますよね、やっぱり。まあそうだね。そう、すごい。ほんで、まあそんな世良が権力を最近かざして、かざしてくださいらしいんで、もうトヤまた出るよ。まあまあ、それじゃあ、はい、一発出てもらいますか。一発公開処刑してもらわんとダメな、はい、セナファン、セナファンの人はあのセナに飲ませたいドリンクこっちに送ってください。はい、あの全然いけるんで、あそこにやってきてくれたら、はい、飲めると。セナに飲んでもらいます。はい、それではですね、最後にキーワードは、じゃあ、楓の方から例のやつを。例のやつですか、はい、キーワード、はい、キーワード、はい、もう待ってるんでじゃあこのキーワード待ちで、はい、キーワードこれですよね。はい、そうです。これをこの、まあ、ちょっとしょうもないですけれども、はい、応募で当たれると、はい、 LINE してくださいね。これ LINE に、はい、あとキーワードは、キーワードはおいよー、よし、また来週も見てねー。お願いします。ありがとうございます。